あ、すいません、こんばんは。あ、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、ちょっと過ぎちゃった、いやー、ごめんなさいこんばんは。そうね、10時から、あれ ?10 時から予約しましたよね、私。そうですね、ごめんなさい、ちょっと開始になってるのにちょっと過ぎちゃいましたね、ごめんなさい。いやー、改めてこんばんは、藤崎菊のこと菊のんです。ちょっと微妙に自己紹介して、あ、ありがとうございますえ、明日ね、初心者大使中間報告会ってことで、なんか声がなんかちょっと変で申し訳ないんですけど、で、前日なのでね、ちょっとだけ、あんまり時間ないんで、ちょっとだけ進められるところまでやっていく感じで、ストーリーちょっとやろうかなと思います。明日何すんのかなって感じなんだけど、いや、今日、日中、ずーっと外にいたからなのかもしれないけど、すっごい、声がおかしいよね。よいしょ。あれ?放送楽しみ。ありがとうございます。よいしょ。花粉症です。あれ?そう。花粉症でもうずっとくしゃみが止まらなくて、夕方とか本当に怖かった。ありがとう。花粉症なのか砂ぼこりに反応してるのか、ちょっとどっちなのかなって。砂ぼこりのせいなのかな。砂ぼこりもアレルギーかな、ちょっとね、わかんないんだけど。PM2.5 かな。ね、黄砂。あー、黄砂とかかな。なんか、そうだよね。あれも。よいしょ。これで、ちょっと待ってね。あれを入れるんで。コメント、オーケー、よしよし。じゃあこういう感じでコメント、これなんだっけ、コメビューしながら見ますね。そっか、埃にも反応するんだ。明日の番外編楽しみ。ありがとう。あ、そうだそうだ、なんかで。今何にしてたんだっけな、職業。まあは、あ、そうだ、僧侶にしてたんだ。明日バトルするんかね。ねえ、どうなんでしょうね。あ、そうですね、インコさんとお会いするの初めてです。僧侶になってるね。じゃあね、酒場で、変えて、こんばんは。こんばんは。ありがとう。ねえ。黄砂なんで見たことないけど。そうなんだ。東京では飛んでないんですかね。飛んでそうだけど、どうだろう。こんばんは。めっちゃ鼻声そうなんだよね。なんか。今日は外に出たらね、くしゃみが止まんなくて、もうずーっとこの声。やばいよね。ちょっと今日は、ま、若干そのバージョン2のストーリーをやって、終わりにするので、明日もあるんでね、明日、ちょっとこの声だとやばい。やばくはないけど、ちょっとね、聞き取りづらいと思うんで。朝から
今朝から鼻やばい。あ、ほんと？こんばんは、ワンダフル。こんばんは。戦える準備。あ、そうだね。戦える準備。あ、戦士にしといた方がいいのか。明日出す写真はもう決めてますか？一応、決めてます、ほとんど。よし、じゃあこれで、早速ストーリーをやっていきたいと思います。前回ね、メルサンディ、なんとかそう、みたいな、ところまで行ったんだよね。国葬隊だ、国葬隊。サポ大丈夫。あー！サポ、雇い直さんとダメだ。そういえば。ちょ、待って。秘書じゃなくて村に行ってやんなきゃ。国葬隊レンからのスキルなんでパラ装備になってんだっけ。あ、パラの人がいたんだよ道に。だから着替えたんだ。そうそうそう、中華ってまあ、もうできんのかな。どうなんでしょうね。でね、今どんな感じでしょう。あー、ほんとだMP が。相対読めないよね。よし、じゃあちょっとサポートを借りて、一応6時に更新で、あー、じゃあ後で受けとかないとねこの格好で明日行くんだ、恥ずかしいな。それ個人配信とかだとさ、みんななんかもう見てるから、あー、これねって思うと思うんですけど、明日これ恥ずかしいの。ごめんなさい、ちょっと鼻水がやばい旅、バトマス借りて、ちょっと適当でいいか。明日用のどれや、あした、あーあーあー、ごめんなさい、もうねちょっと頭ぼーっとしてて操作が。これで、これヒットポイントでいいかな。これが清掃です。桜って花粉ついてんのかな。なんかまたこういうこと言ったらバカが増えるのかもしれんけど、バカがバレるのかもしれないけど桜って花粉ある？桜の花粉ってあんま聞かないよね。なんだったんですかね全部花粉ある、そうか。全部あるよ。だからかな。なるほどね。天地は必要。虫が媒介するから花粉は飛ばさない。おー、あ、エリコだ。あんま強すぎるの借りてもあれだからね。こんばんは、ありがとうございます。声やばい自分でちょっと今びっくりしてる。桜の蜂蜜とか美味しいよ。めっちゃ美味しそう。
天地強いよね、本当にね。めちゃくちゃ便利でした。天地で狩り行くとすごい楽。自然なデスボイスやん。こんばんは。ちょっと声確かにデスボイスだわ。ちょっとね、変な感じ。すごい。もう限界なんです、声で。よかった、なんかマイク、今のうちにいじっといてよかった、前にね。多分前のマイクの設定だと、この声だと、本当に聞こえなかったと思うんで。花粉の薬飲んだ。花粉の薬で効くかな、これ。聞くところによると、もう、症状出てると、ダメらしいんだよね。花粉。カカロンさんの、カカロンが本体で、抑えられる。顔だけ見せる。なんかやだな、それ。声やれ。あ、黒いあれだからしょうがないのか。ああ、そうそうそう。副作用でね、声、カラカラになるし、乾燥するしね。頑張って、とんかつぐーさん、ありがとうございます。そうそう。はい、失礼しました。おー。今の薬は進化してるんだね。買ってみようかな。ちょっと眠くなった記憶があるんだよね。カカロン薬の名前見て。確かにちょっと回復系だもんね、あの人ね。だからかな。外出ないでドラクエ10してます。あ、確かにもうそれで、それがいいよ。それが一番いい気がするわ。手に切って、あれ？こっちでいいのか？ルーラーできたけど。あ、合ってた合ってた。あー、息子。なんか久しぶり。そうそう、お父さんね。足おかしいんだよね、今。医者姉ちゃん。シオさん、井戸に引きずり込まれた？おー、俺のせいだ。俺がザンクローネ様を探すって家を飛び出したら化け物がいて、ミシア姉ちゃんが俺をかばってあいつに、うーんってこった。うん、英雄はもういねえんだ。うーん、まあね、現実を見るのも大事だから。英雄。そうだ、俺ザンクローネ様と約束したんだ。よく覚えとけらすか。ちょっとの勇気がありゃ誰だって英雄になれんだよ。怪我しちまった親父に代わってお前が家族を守れ、お前自身が英雄になるの。うん。おーやー、危ないよー。もっと足折れちゃう。畜生。クノン頼む。手を貸してくれ。
今の俺は息子を、そして娘を助けられねえ。うちの子らを頼む。ああ、これ私もじゃあ、こん中落ちろって。ああ、安静にね。怪我してるんだし。はい、じゃあ、こん中に行く感じですかね。広場の井戸から謎の地下水路の第3層にある謎の地底湖へ行こう。怖っ。とりあえず行きますけど、顔面から行くことないよね。あれ頭から落ちて大変だよ。おお。こんばんは。明日の放送楽しみ。ありがとう。おお。なんかちょっとやばそうな変な見た目。とりあえず初めての敵なんで倒しときましょう。頭から言ったら思い出の鈴ありよ。99個くらいある思い出の鈴。あー、またなんか前迷路になりそうな金の鉱石を手に入れた。命綱なしバンジーってもう事故になっちゃうよ。99個でそんないらないよって言われたんだけど、買った時買っちゃいましたね。こっちでいいのかな。あ、そうなんだ。ドラクエ1からいる。よいしょ、あれモンスター。割とフル株でしたね。見た目が結構やばかった。魔法の小瓶手に入れた。これまた、またね、迷ってるね、私。聞くのより先輩、やばい、挨拶しないと。なんか、青い宝石。おー、宝箱。4のクエストちょっと好きになった。1人しかいない。ほんと。迷いますね。宝石って、すごい高く売れそうだよね。そうでもないんかな。わー、待て。いやー、これ迷子になるよ。だから探しの鈴もね、何個か持ってたかな？こないだ買って。対戦チーズ。ハイセンチーしてて、こう攻撃をしてくるっていう先輩やけど、モンスターだから倒す。99個も持ってるのは思い出の鈴。お宝探しの鈴はそんな買ってなかったかな。ドラキーってドラキーニュースの人。年上だからちゃんと倒さないと。ちゃんと。あれ？おうおうおう。あ！いたっけこの人。あ、見えないんだ。メタルゴーストゴースト系は見えないのか。すごい！こんばんは、ありがとうございます。今ちょっとストーリーを進めようとしています。宝石は店売りで600個。高くない？いいじゃん。あーあーあああ。さまよう鎧。そうだ、なんか占い師になると見えるんだよね。宿行くの忘れたじゃん。そうだった。
私がこういうことしてる間にみんなが倒してくれる。占いもね、あげないといけないんですよね。久しぶりに見た、ありがとう。バージョン2に入ってた。そうだね、なんかもうみんなバージョン2なんじゃないか。コインで回復。多分みんなバージョン2やってるよね。おそらく。あ、ごめん。ありすぎ。思い出の鈴。100個。お宝探しの鈴。8個。なんでそんな持ってんだ。あ、ほんと？アクセどうしたの？おー、ほんまや。なんで？つけれるもんつけときましょう。やばい、これピキになっちゃう。あれ？なんでだろう？預けちゃったんかな？預かりどころか、着せ替えのやつに、着せ替えドールにつけちゃってるの、また、マネキンに、そう、やったかもしれない。鍵ないとあかんって。そんな、なんでだろう。ね、前取り出したよね。ああ。またこの人たち。そうね。なんでだろうね。確かに、ドルセレンも。ドルセレンは新しく買わないと、そろそろ切れる。そう。売ってはないからね。ロックはしてるから。どっかにはあるんだけど。ストーリー、とりあえずやって、後で確認しよう。どこにあるのか。ちょっとピキンされないように。うわー！言ってるそばからまた来た！ちょっと、そろそろ。そろそろね、相手するのも。なんか便利なんだか不便なんだかちょっとわかんないね、着せ替えドール。こんばんは、ありがとうございます。ちょっと声がおかしいんですけど、許してください。こっちではないか。迷子だわ。うのちゃんは素晴らしいすべてね。ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。装備袋、いないのが問題か。そうだね、多分着せ替え道路にまたついちゃってる説が濃厚なんだけど。トゥセリー。あ、やばい。ドルセリン買ってないな。これはもう。確認すればよかった。あー、よかった。道合ってた。ない！ないぞ。これ、早めに倒して。いやいや、もう嫌だ。私このま、ゾンビ嫌い。ゾンビ怖いから嫌い。この人に私、初めて死んだの、この、ゾンビの、あれだから。一番最初のさ、おおおおおおお、え、光ってる光ってる光ってる、すごい。おお、え、やだ。騙された、またまた騙された。そうだよ、明日9時からだからね、ドラッグ18TV。 おもうやだ。強い、この人。強いよ。ひどい。
いね。確かにそうだね。あ、これちょっと、あ、やばいやばいやばい、みんなのキャリーが必要。倒せそうだけど倒す、死んじゃん、一撃が重いな。早めに倒さんと。やばいやばいやば。おお、ドメディさん、さすがです。よかったよかった。普通に強かったね。焦っちゃいました。角に小指見つけた。ドメディさん好き。さすがですね。仲間になると弱い。それダメじゃん。仲間になっても強くいてほしいよね。なんで仲間になったら弱くなっちゃうんだ。燃料切れるよ。やばいよ。早く行かなきゃ。早く行かなきゃ。これ早く行って。もう。ダッシュで。あれ？あー。まあ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 。ドルセリンね、持ってないんですよ。もう、先に進んでみましょう。ここまで来たら。先に進んで、帰ってきたら、もうバザーで、99個くらい買っちゃおう。殺法の作戦変える。これ、命大事にする？サポの作戦はちょっと今よくわからない。命大事にするとどうなるんだ。とりあえずちょっとアドバイスに習って天地命大事にしておく。回復優先。おー！あ、それ大事だね。うん。あ、勉強になります。ありがとう。うん。じゃあ。なんか出てくる。出てくるっぽい。ちょ、待って。丸ごすぎるでしょ、それは。もうちょっとなんかなかったのか。あー、やめろ！ミニシアさんなんてこと。これはもう、みんなおこですよ。やめろー。なんでみんなやめろーって叫ぶんだろう。痛い痛い痛い。これなんかね、こういう見たことあるんだよね。私、スマブラで、こういうの見たことあるな。手のモンスター。いやー、ちょっと強そうな感じするけども、頑張ります。悪夢の右手。なんかマスターハンドみたいじゃん。ねえ、なんかああいうカットあったよね、スマブラでも。いや。ちょっと押されたので体当たり。どうしよう、ロストアタックしようかなー。やめてほしいからじゃない。確かに。そっか。そうだよね。頑張れ、ありがとう。頑張りますよ。今のところ私、ダメージ受けてないの。ヒクノンの右手。私こんな、右手紫じゃないよ。こんな紫じゃない。あー、なんか私ダウンしてるし。あー、みんな頑張って。ルシファーさんが目つけられた。ルシファー天使だから、天地天地だから目つけられた。やばいな。バットに聖水。あー、またほんとだ、バットがゼロになっちゃって。
すごい押されてる。めっちゃ押されてる。あかねさんに。ね、移動しよう。みんな、みんなこっちだよ。みんなこっちにやろう。こっちに誘導しよう。みんな、みんな、みんな。おたけび聞きますかね。一回やってみようか。ミス。聞くかな。言うこと聞かないからこのパーティー。でこっちに来てくれるといいけど、リーダーのことガン無視だから。あ、違う、私じゃない、私じゃなくて、あかねさんに。ちっちゃくなった、ちっちゃくなっちゃった。え、どうしよう、ちっちゃくなっちゃった。わかりづらい。なんかダメージも微妙になっちゃった。なんだこれ。なめの。わかりづらいし、なんか私戻らないんだけど。他の人戻った。あルシファーさんもちっちゃくなっちゃった。やばい。これこれちっちゃっ、面白い。なんかみんながみんなが頑張って戦ってんのに写真を撮る女。おお、大きくなった大きくなった。これからやり返しますよ。まあ、実際ちょっとあのままでもいいかなって思った。可愛かったし、ちっちゃくてね。すぐなくなるね、バトは。ほんとに。あー、レジェンド。起こして誰か。突っ込んで。めっちゃ敵の前で寝てるから。あー、痛い。でももうちょっとで終わりそうですね、このバトルも。お金さんに整数を入れたいから、ちっちゃくなれる仕草あれいいですね。仕草増やしたいですね。うーん、よし。うーん、あー、怒られた。よし、52,080 ポイント獲得。わあ、4分もかかってる。ネルゲルさん1分くらいだったのに。パチパチありがとう。ああ、通れましたね。お前強いんだな、助かったぞ。そうだ、美少姉ちゃん。大丈夫よ、ラスカ。お腹鳴ってる。お腹鳴ってる。助けに来てくれてありがとう。あなたは立派な英雄ね。可愛いよね、ラスカね。バージョン2来た。いや、なんかこの展開ね、スマブラでもあったんだよな。ある程度ヒットポイント削るとね、片方の手が出てくるんですよね。すごい。たとえすべての麦が倒れ。あ、あれだ。英雄の言葉じゃん。
水が干上がり涙が枯れても、お前の声が枯れない限り。おおえへへゆう来たー、椅子になってたんだ。俺は必ず駆けつける。かっこいい。ヒーローだから遅れてきたのかな。またしたな坊主。え、ちっちゃっ。ちっちゃっ。ザンクローネ様、ザンクローネ様ちっちゃっ。全く俺がいないと点でダメだなお前らは。まあいいぜ、黙って俺の背中見てな。さあ遊ぼうか、おててちゃん。ちっちゃいぞ。あー植え潰された。つえすごい、焼き上がれ、焼き上がれ、魂が焦げるほどに。すごいよ。お、一人で倒しちゃった。あんな私5分くらいかかったのに悔しい。おー、ザンクローネ様やっぱね生きてたんだな。そう簡単にはくたばんねえよ。だけどまあ今回ばかりはそこそこ参ったぜ。前の戦いの時負ったダメージでろくに体が動かなくなっちまってな、魂を結晶化させて回復に専念してたのさ。なんて高等技術。お前の懐にいた時熱い魂の鼓動を感じた。おかげで傷が早く癒えたのさ。すごくない？私の魂の鼓動すご。おかげで傷が早く癒えたのさ。恩に切るぜ。それからラスカ、俺を呼ぶ声確かに届いたぞ。どんな時も希望は捨てんな、メルサンディ村は俺と共にある。なんかトレンディードラマみたい、こういうね。待ってよザンクローネ様、姉ちゃんたちここで待ってるよ。お腹の鼓動を聞かれた、わかる、聞かれただろうな。こいつめっちゃ話しかせてんなって思われたと思う。ありがとう菊野さん、あなたが来てくれたからこんな奇跡が起こったんだと思うの。やっぱり英雄は死んないのね。ん？やばい、ミシアさんの訳ありな感じが。今ラスカがさ、あのライトでまたライトってか敵の攻撃でちっちゃくなっちゃったのかと思って、もともとこの子この大きさなのに。あれ、ミシア姉ちゃんはどこ行ったんだ、先に帰っちゃったのか。ああそうだそうだ、後で渡してやるか。どうした、君どこから入ってきた？お、行方不明のデニーじゃん。とっくに化け物に食われちまったと思ってたぜ。おお、そうでした。私、化け物に捕まったんでした。軽っ！早く帰って無事を知らせないと。さあ、メルサンティ村に帰ろうぜ。とりあえずね、5分もかかっちゃいましたけど。パラ装備いいな。ありがとう。初見です。ありがとうございます。今ね、バージョン2のストーリーをやってます。よろしくお願いします。人気の。こいつが黒幕。もう何でも黒幕に感じるよね。だって私、正直あの、ヒーロー、黒幕だと思ったもん。ドルセリン忘れないうちに。そうだね。
ドルセリーをやんないと。聞くの。はいはい。だいたい黒幕で最終的に聞くのが黒幕。やばいな、それ。私黒幕だった。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだよ。新しい状態じゃ分かりますね。ね、あのちっちゃくなるやつ。あ、ザンクローネだから黒幕ってこと？ほんと？あ、だから？え、そうなのかな？アクセも探して、そうだそうだ。アクセね。持ち物に、入ってんのかな？やばいやばいやばい。気づいちゃったから消されるかもしんない。やばいやばい、消される消される。知らないふりしとこ。なんかね、何でもかんでも黒幕に感じちゃうんだよね。ほんと今までのストーリーがあるからさ、大し疑い深くなっちゃう。そう。明日私が欠席してたら多分そういうことです。うん。使うもの、消費アイテム、ドルセリー。あったあった。あれ、ドルセリー。そうだね。道具屋の方が、道具屋600ゴールドとかだった気がするわ。道具屋、道具屋。道具屋はこっち。500円か。ノラの方しているアイルといいね。会いたーい。どこにいるんでしょう。何をしてるんでしょう、今。ホス様は、ねえ。どこで何をしてるんだ。冒険してたら会えるかもよーって結構さ、リスナーの方が。お！見つけちゃったぞ。おお！カジノコインだ！嬉しい。嬉しい。それは嬉しいな。カジノコインはね、何個あってもね。はーい。一緒に釣りしたいわ。どうせ使うからケチっても仕方ない。5回やばホステイルの楽器仕草もらえるよ。欲しい。そんなに2時間も結構大変だな。探す旅に出るわ今度。そこでさ、またやってる。もう、私、ラスカのこれすごい、なんか、ツボに、ツボに、ツボに入っちゃうから。やめてやめてやめて。怖い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 。ザクーメコメコ。化け物真っ二つにしたんだぜ。なんかもう、さ、パパもさ、またやってるよ、こいつみたいな。そういう顔してた。ザンクローネ様は本物の英雄だべな。この村の誇りだ。ね、仕草か希望だよね、これ。欲しいよ。もう一人の家のご帰還だべ。痛そう。ほれ、ミシャーもこっち来て礼を言え。ん？あんた誰だんべ？え？ちょっと鼻水出てんだけど今。
どういうこと？え、なんか、え、おかしくない？え、すっぴんでおかしいおかしい。おかしいおかしい、化粧って怖いよねって。違う違う違う、絶対違うって。髪色もな、違うやん。そういや、そんな気がすんなぁ。いや、そうだっただ。なんか手を聞くの、オーラ感謝いっぱい。もう、口調も違うし。いや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 、化けすぎでしょ。絶対美容系 YouTuber でしょ、この人。ほら、ミシア姉ちゃん、髪飾り落ちてたぜ。落としちゃダメじゃん、大事なもんだろ。いや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 。いやいや、この、おかしいって。ちょっとちょっと。記憶改ざんされてるじゃん。まあまあ、可愛いけど。うん。カラコンドウィッグだね。あるあるなんだよな、そんな。いや、おかしいって、みんな金髪でさ、口元にほくろがあってさ、ほら、なんかようお礼がせん、こんななんかなまってなかったもん。もちろんだべ、子供たちを救ってくれた礼に値するのは、家宝の蝶の髪飾りくらいよ。あー。金髪の、ミシュアって言ってた子が、みんなの記憶改ざんしてたのかな。なんか思い出した風だったもんね。え、もらっちゃったんだけど。つけていいの？本当はそんなもんじゃ感謝を伝えきれねえくらいだが。この村を救ってくれてありがとう、村人みんなの親父としてるよ、ゆうべ。お前さんはこの村の第二の英雄だ。いやもう、そんなことはどうでもよいんじゃ。私はもうこの気になって気になって。いやいや、おかしくないですか？メルサンデー村で蝶を手に入れた残り2匹の蝶を見つけるために他の地域を探してみよう。あ、これ他の職で経験値もらいたいな。すごいよね、経験値。ちょっとやっただけですっごいもらえるやん。なあ。の2番ってめちゃくちゃ割とディスってたけど、あの子。もうね、そんなこと気にならないくらい、ディスられてんの気づかないくらい。え、だってミシュは金髪の可愛い姉ちゃんだったじゃん。ねえ。もやもやするよー。嘘。いや、あの子も可愛かったけど、黒髪のね。いや、みんな、みんななんかおかしいって。忘れて、なんか、金髪のミシュア出てきた時、ミシュアター、ミシュアター、みたいな、みんな言ってたじゃん。手のひらくる。怖いわ。ちょっと。ウィッグ。私が疲れてるんですか？みんな黒幕も、誰も信じられない。怖い。おかしいぞ。ちょっと、今戦士だからね、この、あと100で、刃砕きだから、この片手剣スキルを振り直したいと思ってたんだ、そういえば。やばい砕き。これね、そう、最初に片手剣3ポイント振っちゃったんだよね。斧もまあ、って感じなんだけど。振り直し終わってます。やばい。
まあそうだね、100にはできると思うけど。でも今の預かりポイントを受け取っちゃうとマジでもったいないから、戦士でやるとね。これ MP を欲しいから、こうやって切るじゃん、切るじゃん。これで MP パッシブを取って、何でやろうかな。振り直しの方でね、1個持ってる一応。どうすると思って、ちょっとみんなと相談しながら何で受け取ろうかな。え、こんばんは。占い？この謎の2ポイント謎すぎる。MP 欲しいからソウル上げてもいいかなって思ったんだよね。魔法使いはこんな感じですね。一応 MP パッシブ欲しいから26まで取ったんだ。うん。舞踏家はこんな感じ。舞踏家は後回しでいいかなと。賢者もいいね。盗賊はこんな感じです。旅芸が微妙だね、これ。旅芸も後ででいいかな。バトマスこんな感じ。バトマス全然やってないね。とりあえず解放しただけ。武器スキルね、取りたいね。扇は取ってんだけど。パラが、こんな感じ。魔戦があと3ポイントで、パッシブ振り終わるって感じ。レンジャーで斧取る。あー、それもいいけど。斧スキル。天地のために、戦士か、天使か天地なんだよね。天地のために結構 MP 欲しい気がするんだけどね。賢者も良さそうだな。賢者で取ろうかな。賢者何も取ってない。スパスタ。魔物。と、踊り子。占いがこんな感じ。賢者かな。天地は全部やってて。とりあえずじゃあ賢者にしましょう。 MP のなさが結構ね、戦ってると目立つんですよね。うん。じゃあ賢者にするね。ツッコミだけは早めに欲しい。いいね。やばい。またちょっと、ひどい姿に。コンシェルジュのところ行って。やばい。やばいけど。とりあえず、こっちか。お預かり経験値ってこっちだよね。明日から月曜だけど、そうだね。明日から月曜日が始まるんだけど、まあ明日ね、夜はドラクエ 10TV もあるから。マイコーで登録してるけど、もらうだけだからさ、いっかって感じ。じゃあもらいます。メディ気に入ってる。おー。あ、そうだ、カバンのやつとかもあったね。おー、結構もらったかな？うん。
構溜まってましたね。ドルバオとレベル解放とかやったから溜まってたみたい。おお、すごい !1 から35まで上がった。おお。じゃあちょっと振っちゃって、また選手にも。天地でもいいな。うん。天地にしよっかな。全部振る。全部振る。パチ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 。ありがとうございます。これにしときましょう。こんばんは、こんばんは。これでいいよね。ねえ。80人まで行きたい。そうだね。これで、あとは、各職業、職系をやりつつって感じですね。左端に見えてるの何なの？何でしょう。明後日にテレビ出てるの。そうだね。あ、そうそうそう。後で告知しようかと思ったんだけど。鶏肉クイズ。そんなこと考えたことなかったクイズっていう新番組なんですけどね。天地にしようかな。おお、おめでとうございます。もう録画してる。ありがとう。あれの数。え？左端。なんでしょう、オルフェアが、オルフェア違ってる。答えられたの、それは、お楽しみ。それは、お楽しみ。あ、ほんとだ！オルフェアが、若干のオルフェア。なんでだろう？なんだろうね、これ。たまに私の配信、変な、端っこ変なんだよね。なんででしょう。前髪も変ですけど。たまにあるよね。なんでしょうかね、これ。番組見ながら実況面白そうそれ。恥ずかしいな。またみんななんか、バカノンとかアホノンとか言うでしょ。ねえ、まぁ、あ、ちょっと、まあ、気にしないでください。ちょっと直し方がわからん。ね、なんでオルフェアが。あれ？じゃあ私、天地に戻すわ。戦士じゃなくて天地雷鳴士にする。あ、でもそうするとまたサポがちょっと面倒なことになる。ダブル天地になっちゃうな。ねえ、N4 のせいなのかな？ああ、天地下げればいいか。そうだね。運営長とかに聞いてみて。はい。これ好きなんですよね。ぜひ使ってください。ギャラはください。クソ入るわ、それ。ギャラはください、面白い。じゃあ、これで。ダブルバトになるけど、まあ、いっか。アクセルしてね。まんまやん。今の装備を見てみましょう。おかしいよなぁ。なんでこうなってる？やっぱどっかにあるなぁ。
どうしよっかな、ないけど。アクセがね、ないね。そんなになんかめちゃくちゃ必要。アクセないと、まあ死ぬわけじゃないんだけど。とりあえず取りに行くか。ちょっと多分家に行くので、住所を隠したいから、ちょっとだけ画面、ごめんなさい。画面、ほっと。じゃ隠させていただいて、住所だけ隠ればいい、隠れればいいんだね。これで。今多分見えてないでしょ。嘘。まあでもアズランって言ってるのはアズランとは言ってるから、まあいいでしょ。住所だけ分かんなければいいんだ。お金だけこんだけ持ってんだぜって。そんな持ってないけど。ここかな、多分ここにあるってことだよね。して返せる。あーあったあったあった。アクセ全部ついてるわ。こっちに。やだなーこれ。なんかめんどくさい。着せ替えドール。めんどくさい。そう。着せ替えドールに全部ついてました。とりあえず大丈夫です。もう、もらったので、装備します。使ってよかった。ドールにアクセをつけないようにすればいいのかな。よし、オッケー。魔戦の服とかつけとけばいいかな。確かになんかちょっと便利なのか面倒なのかちょっとわからんかったな。はーい、お待たせしました。じゃあこれでやっていきましょう。次はどこに行くんだっけ。ローヌ樹林帯。ローヌ樹林帯を抜けた先にあるシェレドットサンドのシェレドの町を目指そう。これルーラできるんですかね。無理か。読めた。あ、よかった。合ってた？合ってました？近いから行くか。あー、そっか。行ったことないから。もう2に入ってましたか？入ってるよー。お休みと見せかけて、いつやばい発言が飛んでくるかわかんないから。あー、今日かしこのんかな。寂しい。あ、そうそうそう。あー、落ちる。落ちない。ドラクエは優しいから落ちない。名言飲んでますかね今日。ドラクエは優しい。あ、これなんかターボさ、力を制御できないんだよ。まあ、中二病発言みたいになっちゃうけど。
まあこういうところだったらいいのかな。うん、PUBG なら落下ですぐ死ぬ。そうなんですよ、落下ダメがあるんで。あのちょいちょい最近ね、久しぶりに配信見たーって人はあれなんだけど、最近こうメモを取るようにして日課をこうやるとか、あーほらほらほら、倒しとくか、新しいやつだから。やばい、今戦士かと思った。怖い。メイドフマ、メイドフマ。そう、聞くノート、そう、まあ携帯とかで写真撮ったりとかそういうのもいいんだけど、ノートとかで書いた方が覚えますよね、やっぱりね。で、書いたことを忘れないように すれば、ちょいちょい読み返してるんですけど。ゲーマー、え、もったいなくない？今、やった方がよかった？なんとか山脈だから、まだ。キャンセル。シャイニングヒロインの。ひらがな多いです。確かに。漢字難しいから。こっちに行きたい。メモを書いたっていうのをメモしないといけない。 あ、ここなんかちょっと複雑じゃないですか？こっち行けんのかーい。菊の世どこへ行く？参道に行きたい。今何してるん？今ね、ストーリーをやっております。これ、またなんか変な感じ。ちょっと迷路だね。ミシュは黒髪。いや、書かないぞ。私はもう、金髪。ミシュは金髪。そう思ってるから。うっそ、こっちでもないのかい。これ迷子だなぁ。桃のスカウト、あ、やんなきゃね。ああ。強そうだけど、やってみるか。橋渡る感じ？ちょっとややこしいよね。おう。よき。じゃあ一回、橋があるなっていうのはなんとなく分かったんだけど。ちょっとねー、ドラクエの地図は難しいんだよねー。これか。白箱を取ったよーってツイートしたときに、錬金効果を見て、それ次第って言ってたの、みんな。ありがとう、教えてくれて、その時。そう。で、今回は攻撃時 3% で麻痺、攻撃時 3%？ ヘナトス？これはどうなんでしょうね。色は綺麗だけどな。
ファルコンだが。微妙なんだね。あ、でも白箱出た白箱出たっていうことで結構テンション上がるからな。プラス1ってか。ああ、なんで複雑な書き方するな。微妙なんだ、残念。まあ、当たりましたよーっていうことでとりあえず白箱が当たりました。この間の白箱のやつも見ないとな。預けちゃったかもしれない。見たいけど。ハルコンってどんな動物ですか？ハルコンってさ、あれじゃないの？レースする人じゃないの？ファルコンパンチする人でしょ？ファルコン、鳥？鳥か。あれ鳥か。キャプテンハルコン。鳥だよね、あの人ね。ハヤブサ。ランチランチよくする人。そうだよね、ファルコンランチしてる人でしょ。あれはただのおっさん。鳥はファルコン、あー、でフォックスはキツネ。なんであの人すごいレースしてる人かと思いきや、最近はもうツイッターにお昼ご飯のね、写真をアップする人になってたね。気づいたらびっくりした。ツイッターになってたからさえっと思って。こん中通るのね。あー、なんかジブリみたい。怖い、強そう当たらないようにして。絶対ピキになるでしょ。チーズ、こんばんは。怖い。ヒクノスマブラ野郎で。なんで止まるの？前詰まってますよ。後ろ。後ろ詰まってますよ。ああこれもう避けれないじゃん。絶対。怖いし顔。痛い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 。ボストロール、まあ、普通に攻撃は入るか。こらえた。おお、ナイスナイスナイス、よかった。びっくりした、先輩の横すな。やっぱね、ダメだよね。ちゃんと挨拶しないと呼び出されちゃう。ああやって。あー、こっちにもいる。なんかさ、これの奴隷棒なかったっけ？トラの。乗ってる人見たことある。鼻真っ赤、嘘！赤い？ほんと？ちょっと今日はもうね、鼻声とかちょっとご容赦いただければと思います。キラパン。そうなんだ、乗ってる人いたよね。ちらほら。セレドの街を目指そう。参道まで行けばいいか。マスクしてもいいの？こないだしたしな。マスク取る、マスク取りに行くのが。あ、ほんと。キラーパンサーってんだ。そうなんだ。ちょっとね、また別枠で、魔物と道具スカウトしに行くやつをやろうかなって思ってるので。その時に魔物使いと道具使いの食系もやろうかなって思っております。セレドの街もうすぐだな。おー！あ、言ってたな。
いいなぁ、なんか速そう。あ、ブーストで抜かすんですけどね。うわ、落ちたらやばそう。見せびらかしに来た。欲しいものがたくさんあってなぁ。私あのフォス様のさ家具欲しいんだよね。一緒に座れるよっていうホワイトデーのやつなのかな。あれ出てたよね、一緒に座れるソファーみたいな。あれ欲しいんだよね。あれ一番欲しいわ多分。買えばただそれは課金中の。あーいいなー、これも欲しいの。そのマストかっこいいよねって言ってたの。これいいなー、いいなー、いいなー、いいなーいいなー。なんかみんなそういう課金装備。あー300クリスタ、300円。みんな課金すごい煽られるわ。ハウジングちゃんとやってると思う？このドレアの、私のドレアの感情を見てる限り、初めての街に着きました。どうした方がいい？一応登録し直すか。話置いてないポツンって着せ替えドールが置いてある。助けて。お待ちなさい。あれ？なんかあの子に似てない？あのルナナさんに似てない？ルナナさんだっけ？このメガネのさ、似てないか？なんかちょっと似てる。似てる気がした。目の感じかな？絶対なる契約のもと我が呼び声に答えよ。いかが遊ばされましたか、ジョー様。むっちゃいの、あの雑魚を排除の際。あ、ちょっとなんか女王、お嬢っぽい感じが似てるかも。女王様の御心は私めの心。怒りの調べをその体で。なんか怖い、この人。不安定な、なんか不安になってくる、見てると。魔物使いなんですか？遅い、あんな雑魚私が瞬きしてる間に片付けなさい。いや、なんかすごい、なんかこれ、既視感あるな、こういうの。それよりそこのあなた、見たところ大人の方のようですわね。おい、なんだよ、あいつ。なんだよ、あいつって言われた。今日、やばい防具じゃないのに、なんだこいつって言われた。どこから湧いてきたのか存じませんが、ここは子供だけの街、セレドですわ。あなたのような大人がこの街で過ごすには、それ相応の審査が必要ですの。後で街の高台の教会までいらっしゃいな。そうなのか。あ、知能は子供ですよって見た目は大人だけど頭脳は子供だから入れるかも。女王様の御心は私めのここまでってる。はい、新しいところに来ました。シャレダの町、高台の教会行きましょう。
レンダーシア来てから違和感ない違和感、あ、でも街の雰囲気とかも違うもんね、全然ね。人間ばっかりやしな。これは宿屋近くにあったら行きたいけど、近とりあえず先に行っちゃおう。なんだろう、違和感、あんまりはっきり違和感ってわかんないんだけど、多分言われてみればあーってなるんだろうな。なんかあんのかな。教会で登録しとこう。そうですね、教会あっちか。ちょっと後で登録しよう。ミシア、ミシアは金髪だったじゃないか。なんでみんな忘れちゃったの。入ってたやんけ。大人のエディオが入ってったぞ。大人がこの街でやっていくには審査を受けて認められなきゃダメなんだ。また近いからお前が例の大人だな。女王様から話は聞いている。このセレドの街で子供たちに話しかけてもまともに相手にされなかっただろ。それはお前が大人だからだ。でも頭脳は子供。ここは子供だけが暮らす子供の町。口うるさい大人はお呼びじゃないのさ。ドラゴンの尻尾を持ってくるというものだが、また書かなきゃ。聞くノートに。ドラゴン。セレドット。セレドットサンド。さっきのところだね。バトルレックス。倒すと時々手に入るらしい。はーい。じゃあ、なんか、今日のね、今日第1回目の聞くノートの、セレドット参道にいるバトルレックスっていう、ね、モンスターから。シャメはね、シャメでもいいんだけど、ま、消すのもめんどくさいっていうのと、ノートに書いた方がこう地名だったりとか、そういうのを覚える。おお、壊れてる。覚えるから自分的にちょっと勉強になるかなって思ってノートにしてます。緑のドラゴンか。石書消していいかな。石書、何を消そう。赤書消していいっすか。赤書ダメ。メルサンデムラネッカ消すの。あ、そっか、集課題。そうだ、集討伐ある。ではこんばんは、おこつです。こんばんは、ありがとう。ちょっと今日鼻声なんですけど、すいません、ご容赦ください。時間大丈夫なんですか？ちょっと途中までやってだな。子供のあれをやったら、試験終わったらにしよう。終わらなくなっちゃうからね。確かに、ありがとう。ちょっと忘れてた、時間のこと。紙はぶいでメルサンデを消していこう。終われないよね。大人を、あ、でも止めてくれるんだ。意外と、そこは優しい。そう、時間忘れちゃう。はい。じゃあ行きましょう。回復したし。公式までやると死んじゃうよ。死んじゃいますよ。痛い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 。
そう、楽しい時間はあっても、あ、教材。おー。緑のドラゴン。これか。バトルレックス。よいしょ。なんとダメ入るの。そのまま強いって。まだ落とさないか。24時間配信もねやりたいんですけど、もうどのタイミングでやったらいいのか分からなくなってきたよね。何をしようって言うのもあるし、尻の あー、ゴールデンウィークー、確かゴールデンウィークあるな。ちっこいあのベビーサタン結構地味に好きですね。なんかなんでこんな目大きいんだろうっていう。落ちるか？いやー、ダメだな。なんか、いっつもの流れだと私結構1回2回で落ちるからさ、クエの。落ちるかなーって思ったけど、まだ落ちないね。へいへい、へいへい。そうだね、花粉。花粉もね、収まってるだろうし。5月は大丈夫なのかな？夏の花粉は多分大丈夫なんだけど。ブタクサ？あー、あー、確かに。ずーっとバトルしてる。バトル、そう、ずーっとバトルする枠もやりたいって言ってたから、それもいいかもな。ちょっと、あー、落ちた落ちた落ちた。はーい、でも乗りましょう。ね、もしなんか、こういうの、やってほしいとか、その24時間配信の中じゃなくても、こういうのあったら、面白いんじゃないんですかみたいな。そういうのがあったら、質問箱とかにね、送ってくれたら、見るので。あ、確かに言語またぎ面白そう。令和を祝おうっていう感じで。令和祝いたい。お、入れるみたいです。入りましょう。入ってお話聞いたら終わりにしよっかな。だね。もうすごい、本当に子供しかいない。ここも教会。ここも教会っぽいな。私の言いつけ通り審査を通過してきたようね。いいわ、これからはあなたのことを名誉子供として認めてあげる。いらっしゃい旅の方。私はこの町の指導者リゼロッタ。国民たちからは女王と呼ばれているわ。カエルみたいな顔であなたにぴったりにデスられた。それであなた一体どこから何のためにこの町へいらしたの？蝶を探しに。服着ないんですかね、ムッチーには。子供の言うことは絶対。名誉子供は子供の言葉に従って邪魔しないこと。そして二つ目、どんな時でも戸締まりはちゃんとすること。最後に三つ目、名誉子供はおやつ抜き。やだ。あとムッチーのは私の執事だから倒したりしちゃダメよ。私からはそれくらいね。あなたのカエル顔も見飽きたから、そろそろお下がりね。ひどい。泣いちゃうよ。ねえ、女王様、お話が終わったんならおやつにしようよ。
かわいいこの子。なんか一番向こうの子かわいい顔。いや、私も行きたい、ティールーム。ひどい。大人だっておやつ食べますよ。ほら、さっさと来なさい、ムッチーム。待って言ってるよ。名誉子供はおやつ抜き、覚えてるわよね。来るのは勝手だけど、あなたの分はね、ひどーい。来させ、来ていいんだったらね、おやつ、欲しいよね。おやつ抜きってひどくないですか？おやつ食べれないんだよ、みんな。ツンツン可愛いけど、可愛いけどさ、おやつくらい食べさせてよ。ああ。向かいにあるティールーム行こう。ここら辺までかな、ちょっと寝て。宿で寝て、回復させてから終わります。バナナもおやつ。明日は公式あるから個人配信ないですよね。それなんですけど、私多分帰ってきてから反省会って感じで、前回もやったんですけど、ちょっとやろうかなって、一人でひっそりやろうかなとは思ってるんだけど、何時っていうのがはっきりしないからさ、終わったらっていう、いつか何時に帰れるのかははっきりしないんで、あ、もし夜更かし OK な人がいたらやってたら見てね、くらい。そうだね、そんくらいになっちゃうんですよね、だいたい。教会前に行ってからにしよう。教会？高台？高台の教会前に行ってから。やめよう。中華？花火やばいな。有吉反省会だな。ね、寝てる人は TS で集荷だったらあっちか、関所で終わればいいか。仕事だけど寝ないで、それは寝よう。それは寝ましょう。倒れちゃうよ、それは心配になります。明日忘れ物ない？トークンね。怖いね、忘れるのね。受けてやめる。そうだね。ここに、周到罰忘れないようにって書けば、多分忘れないんで。無理せずに。ありがとう。そうなんだよ。今日はね、花見行ってたから、多分外行ったからね。桜の花粉か、砂ぼこりで、やばい。一番はこの水玉ドラゴンってやつだけど、15匹だったら他のやつと、これでもいい気がする。ロボスコーチ。どれがいいかな？しばらくいけない？あ、ほんと。ブルーミンクス。スカラベキング。スカラベキングは前ね、受けた気がする。今行けるの忍者くらい。そっか、じゃあこれだね。スカラベキング。これに、しときます。スカラベキング討伐受けましたので、じゃあこれで、今日は、明日もね、ドラクエ 10TV が9時から放送されるということで、とりあえず、今日はこれで終わりにしたいと思います。子供の国にね、行って。とりあえず名誉子供として、認知していただけることになったので、お菓子は食べれないんですが、明日の反省、一人反省会で何をするかは決めてないけど、
あ、ストーリーやり。うーん、どうしようかな。ちょっと悩んでる。でも、とりあえずやる気はある。って感じで。ありがとうございます。ちょっとね、今日はね、2時間くらいで。少ない時間だったんですが。明日はね、9時から、ニコニコ生放送で、超ドラゴンクエスト 10TV が、やります。7期の、みんなのね、中間報告会ということで、みんなが今までどういう旅をしてきたのかっていうのを皆さんに写真とかも添えて報告するっていう感じになっております。あと、明日がドラゴンクエスト 10TV なんですけど、個人的に出演情報があって、あさっての火曜日のね、7時、テレビ朝日系の全国ネットで、あ、止まりました止まりました。うん。あ、大丈夫だね。テレ朝で、はい、鶏肉って何の肉、そんなことを考えたことなかったクイズっていう新番組なんですけど、MC がなんとダウンタウンの浜田さんで、ゲストも豪華な方々が、来てくださって、すごい面白い番組になってるので、はい、もしよかったら見てください。バカの、バカのがね、うん、ちょっと発揮されてると思うんで、いかんなく。厚化粧してます。はい。ライトで飛ぶんで結構な厚化粧を施したので、それもちょっと楽しみに。私は、はい、回答者ですね。それはまたお楽しみということで、はい。ということで、はい。まあ、どんくらい喋ったかっていうのはまだね、わかんないんだよね。どんくらい使われるかっていうのは当日にならないとわかんないんで、あれなんですけど。収録の時は結構発言させていただいたんですけど、それがね、使われるかどうか、どんくらい使われるかはまだ、わからない。見てからのお楽しみということでね。うん。バカノンがバレる。まあまあまあ、そういうもんなのでね。うん。使われるといいなくらいで。見ようかなと思います。うん。3時間、そう、ちょっと3時間スペシャルで。時間長いんだけどね、9時45分くらいまでやってるんで。うん。またツイッターでも告知してるんで、うんうん。すぐ分かった。ありがとう。そうそう。まあまた告知します。ありがとうございます。回答者の平成30人組は多分ね、毎回変わるかな。多少の変動がありますね。はい。ありがとうございます。あ、キスカもね、なんかね、本戦に残っちゃってね、私、残るとは思わなかったんですよ、あれ。なんですけど、20日になんか撮影会がやるみたいです。それも、そう、それもね、なんか撮影会東京でやるみたいなんですけど、ちょっと、詳しいことまだわかんないんで、また分かったらまとめて告知しようかなと思っておりますので、また、はい。じゃあ明日のね、9時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。今日ちょっと少なくて鼻声で申し訳ないんですけど。ありがとうございます。みんなも体調気をつけてね、お休み。おつのありがとうございます。待ってね、ありがとう。では、今日は終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。